ハマスとイスラエルの、えー、紛争あるいは、まあ、戦争と言っていいかと思うんですけれどもこれの背景についてお話をします。で前回もお話ししたようにですね、えー、戦争の休止が終わって、えー、1日から、まあ、交渉が決裂したということもあるんですけれども。 戦闘が再開されたわけですが戦闘再開後のです、ね、状況を見てると南部ガザ地区にも全面的にこのイスラエル軍が攻撃をかけてるとでハンニュイ室というその南部ガザの中心都市でもですね民間人も含めて攻撃されあるいは近くの難民キャンプもです、ね、攻撃を受けているということです。で地上軍も進行していると で勝ってない規模の激しい空爆が行われているということが、えー、これはあのハマス側パレスチナ側も言ってますし、まあ、国際的な報道でもです、ね、そういうことが言われているとまあ,あこれも事実であろうというふうに思われるわけです。で死者はすでに1万5,500名ぐらいに達しているというふうに、まあ、パレスチナ側は言っているということですね。で、えー イスラエルは当初の奇襲で1,400人亡くなったと言ってたんですがそのあ1,200人ぐらい数が減ってます。でこれはなぜかというと前回お話ししたようにその中の一部はですねイスラエルの国民だったということなんですね。つまりかなりのイスラエル人が味方の誤者あるいは 無差別攻撃に巻き込まれて亡くなっているというのが実態だということですそして今回の戦闘休止明けの状況を見てるとですね、えー、この明らかに、えー、選別して民間人をできるだけ犠牲を少なくするというようなあ意図ではなくってですね 無差別にも殺戮をするか追い出すというそういうやり方をしていると思わざるを得ませんなぜかというとドラファというそのエジプトの検問所もあるんですけれどもその付近まで攻撃対象になっているわけですねでまあアメリカなどはですね特にまあブリンケン大統領申し入れあ失礼ブリンケン国務長官が申し入れてるんですけれども 民間人の犠牲を努めて少なくすることまたインフラへの攻撃をやめることで民間人の安全に逃げられる場所をですね細かく明確に指定すること、まあ、こういうことをまあ言ってるわけですけれどもでまたイスラエル側もですね1,000カ所ぐらいに区分した地図を示してで安全なところと危険なところを分けてると。 でえー、一般住民はこの安全なところへ逃げろとこういう指示をしてるんですが実際はですねもうほぼ全土にわたって攻撃を加えてるというふうに等しいということで、えー、まあ,あ当然攻撃の主対象地域とそうでない地域はあるのはあるんでしょうけれども、えー、閉鎖されたこの国土の中で,です、ねえー、もうすでに約170万人が難民になって えー、いるとも言われてるんですけれども、えー、こういう人たちがまあ逃,げ逃げ惑っていて、えー、安全な場所のない状態でしかも水や電気もない生活もできないという状況の中でですねこういったまあ戦闘が行われているということです。でこれはあ明らかにですね ガザ地区全体を武力によって制圧して征服するとそしてパレスチナ人の社会とあるいは難民というものを全て追い出すかもう殺傷して制圧するというこういうような意図を示唆しているということですねで国際社会、まあ、日本もそうですけれどもまたアメリカも言ってるんですが いわゆる二国家併存論ですね現在のパレスチナの暫定統治国暫定統治政府がですねを国家に上げをしてそしてガザ地区とヨルダンが西岸地区を含めたですね独立国を作ると、まあ、こういう併存案を取ろうと。 あれは取るい取べきだという意見が支配的ですしかしこの現在の動きを見てるとですね、えー、イスラエル側にはそれを受け入れる姿勢が見られないでイスラエル国内でもですね、まあ、野党勢力を中心にして半数近い人たちがこの二国家平存案に対して、まあ、肯定的であってですね まあいつまでも戦争を続けられないしまたパレスチナ人との共存ということも考えるべきだという意見も結構強いんですがしかし実はです、ね、このネタニヤフ政権とその政権を支持をしている極右勢力は大イスラエル主義をとっていてです、ねまあ、ガザ地区も含めたそしてヨルダン川西岸地区も含めた全域をまずイスラエルの国土にすると。 したがってそこに残っているパレスチシナ人はですねもう全て追い出すか殲滅するとこういう考え方をとっていると言わざるをえないんですね。またこれはですね旧約聖書にも書かれている「神からユダヤに約束された土地という地域」と重なるわけですね。でより広い地域としてはですね。 チグリス・スユフラテス川までこういう表現をしている聖書の部分もあるわけでそういったさらに大規模な領地を持つ領土を持つその国土の建設とそれがまあ神の石なのだとこういう考え方もあるわけですね。ですから今作られているイスラエルという国家あるいはその国土というのは えー、まだまだ本来の聖書に予言されたイスラエル人の土地の一部に過ぎないと、まあ、こういう地域派遣国家に、えー、対等するための、えー、信仰上のあるいは思想上の根拠を与えるようなですね、まあ、こういった、えー、極端な考え方原理主義的な考え方もまたあるわけです。 でそういう考えた人たちからすればですね今回の、まあ、ザマチクの制圧というのは当然だとその一つのステップにすぎないということになるわけですね。でまあ実際に、えー、旧約聖書などを見ればですねユダヤ人がエジプトから奴隷状態で200年拘束された後ですね、えー、エジプトを出てですね荒野をさまよい その後神の啓示を受けていわゆるまあ出エジプト記というかそういうとう書かれてるんですけども、まあ、その後ですね、まあ、ユダヤの建国と、えー、再建ということをまあしたわけですけれども、えー、まあそういう物語が語られていてですねそういう中で、えー、た,びたびその先住民の一族を、えー、女性子供に至るまで 一人残らず殺してですねそして新しい土地を獲得したとそこへまあユダヤあるいはその系列の部族が定住すると自分たちの土地にすると、まあ、こういうことがですね、まあ、あの当然のことのように書かれているわけですね。これがまさに一神教に支えられたそのある種「先民思想」とも言わ,言われますけれども。 こういった思想を表しているわけで現在においてもですねなおこのような思想が生きていてそして一つの国家の指導者あるいは指導層を動かしているということです。したがって単純にですねその力のバランスの論理とかあるいは戦争を 国際法に違反するから不当であるとか侵略者が悪いとかこういった論理でですねまたグローバリズムとかあるいはナショナリズムの戦いという視点だけではですねこのような戦いの本質というのは説明しきれないという面もあるわけです。 根底にこの旧約聖書以来のですね長年のこの砂漠の民の間の領土をめぐる戦い生存競争そしてそれを生き抜くための知恵かもしれないんですがこの一神教の世界のですね不寛容さそしてさらにですね アルメギドの丘の上に世界中の軍隊が集結をし世界最終戦争をやるんだとでその後にですね、えー、救い主が再臨をしてそして世界の千年王国が築かれると、まあ、こういうような思想もまあ語られてはいるんですけれどもまさにそういう思想にとらわれてですね戦争を是認する。 あるいは領土戦争による異民族征服というものを正当化するそういった考え方が今も生きているということです。でこのような思想が根底にある限りですね今多くの利害関係の直接ない国々や国際社会が言っているあるいはこれまでイスラエルを支持してきた支援してきたアメリカもそれに加わってはいるんですけれども 二国家併存論が本です仮に一時的に二国家併存論が外交的な妥結を見てですね認められたとしてもいずれはまた同じような戦いが起こるつまりこういう思想があるいは信仰が背景にある限りですね絶対に妥協のできない、えー、戦いというものが 戦いいのの種というものが残るわけですねで他方ハマスはですねどういう組織かというとこれもまた原理主義です。でユダヤ人は一人残らず殺せということを父親に教えられたということを、まあ、元パレスチナの青年が証言してるんですけれどもハマス自体がですね、えー、これもイスラム原理主義で、まあ、ユダヤは絶対に、えー 妥協してはならならいとこのイスラム世界というのはですね、えー、これまたアラーの神から約束された本来はまあ平和の館という意味なんですけれどもイスラムというのはですねしかしイスラム世界を防衛するための戦いというのはですねこれは全てのイスラム教徒に課せられた聖なる戦いであって義務なんですね。 まさにジハードが義務であってこれは女子とでも,も参加しなきゃいけないこういうような競技になっています。でイスラム教の競技自体が神の言葉ということになっているのでコーランはもう一文一個変えてはいけないそれをどう解釈するかあるんですけれどもその教えの本質というのは変えてはいけないということになっているんでまあイスラム教の教,教義からいくとですねこれまた絶対妥協のできない戦いになるわけです。も、えー、もともと オスマントルコあるいはそれ以前からですね、まあ、このイスラムの地でもあったわけですからそれを防衛するための戦いというのは聖なる戦いであって全イスラム教徒の義務であるとそれはシーア派であろうとスンニー派であろうと共派を問わずそうだということになるわけですね。ということはアラブもイランなどのシーア派もトルコも皆参戦してですねイスラエル殲滅のために 戦わなななければならいないととここういうことになるしたがっていずれもですね絶対妥協できないというお互いに最終的に殺し合うまであるいは極めて少数になって吸収どう化されてしまうまで戦いは続くということになるわけです。ですから二国家平存論というのは現在の論理で現在の常識の枠の中での考え方であってですね これによって歴史的な怨念をはらんだこの異民族異宗教の戦いというものが簡単に終わるとは言えないとそういうふうに思うわけです。今日はこれで終わります。<music>